の男は、須藤うりょうによる日本の推理小説、連続殺人事件を起こす謎の青年をめぐるサスペンス作品。第46回、江戸川乱歩賞受賞作。前選考委員の満場一致で受賞が決定した作品であるが、2008年に発表された第2作目の続編、差しての顔の男にでは、乱歩賞史上に残る問題作との言葉も伺える。 本校では続編についても扱う。の男は2014年現在、売り上げ31万部を超える。中部地方で、名古屋の次に大きいあたごしで、連続爆破事件が発生する。警察が容疑者としてたどり着いたのは、一人のサラリーマン、緑川。アジトに踏み込むと、そこにはすでに緑川と格闘している男がいた。鈴木一郎という男だった。彼は、 その供述内容から共犯とみなされ、精神鑑定を受けることになる。鑑定を依頼された医師、和下にニマリコは、彼の真実の姿を探ろうとする。2013年2月9日に公開された、PG12 指定。日本テレビ放送網開局60周年、日活創立100周年記念作品。監督は、星間モルや、早草遥なる機関などを手掛けた。 滝本智之。主演は、生田東馬。都内近郊で無差別連続爆破事件が頻発していた折、精神科医和下にマリコの乗ろうとした路線バスが爆破される。犯行には、下を切り取られた女性の全身に爆薬を巻きつける人間爆弾が使われていた。刑事、茶屋は、犯人のアジトで鈴木一郎という身元不明の男を拘束し、茶屋の指名で、 鷲谷が精神鑑定を担当する。一郎の本名は入リ大ウで幼い頃にひき逃げ事故で両親を亡くし大富豪の祖父入リ林業に引き取られた。ところが林業は息子夫婦を殺された怒りから映像記憶ができる波外れた知能を持つ一郎を人間らしい感情を一切持たず犯罪者を抹殺する殺人ロボットの男に育てていた。 茶屋は一郎が、真犯人を殺害しようとしていたと考え、一郎を護送中、緑川と水沢という女性二人組に襲われる。彼女たちこそ連続爆破犯であり、争いの中で水沢が一郎に撃たれ、混乱に乗じて緑川と一郎が逃走する。一週間後、緑川がマリコを人間爆弾に仕立てて病院に立てこもる。病院の至るところで爆弾が炸裂する中、 一郎が姿を現した。監督は原作を発売時に趣味の中の一冊としてたまたま読んでいったが、その時はまさか映像化するとは考えていなかった。しかし4年前、映画のオファーが来た時に決まっていたビターなバッドエンディングや鑑定室での一郎とマリコの噛み合わない会話が醸し出す緊迫感に興味を覚え、自分で映像化したいという思いが強まった。また、 2010年公開の映画、人間失格を見て、主演の生田斗真に、日本人離れした美しさに魅力を感じ、三分の映画と陰分の映画があるとするなら、史上のある陰分の映画がハマると評していたため、キャスティングに主役として、生田の名前が上がった時には、いけるんじゃないかと直感したと当時を振り返っている。主演を務める生田斗真は、 感情のない殺人マシーンという難役を演じるために、2012年1月から役作りに半年をかけ、格闘技の稽古、体作りのための食事制限やトレーニング、死んだ目を表現するために引きこもり生活も行ったことを2013年1月17日に行われた、今作の完成披露試写会で告白した。また、脳男の設定については監督と徹底討論し、 鋼のような体という身体的特徴、汗をかかない、瞬きをしない、欲望が欠落した食事といった仕草を体現してみせた。凶悪な連続爆破犯、緑川の子を演じた二階堂ふみも、また病的に痩せてほしいという監督の注文により、炭水化物、豚肉、牛肉、糖分を全部カットしてまで 5kg 減量し、眉毛も剃り落とした。 生田東馬に首を絞められるシーンでは本当に失神してしまったり、大田里奈とのキスシーンでは糸が引かなくて十数テークも取り直したりと、撮影や役作りには相当苦労したらしく、舞台挨拶では各所で監督に毒舌や恨み節で多数の撮影エピソードを披露し、会場の笑いを誘った。今回の役を演じるにあたって悪役を描いた映画もいくつか鑑賞し、その中でも、 ミザリーで第63回アカデミー主演女優賞を受賞したキャシー・ベイツには大いに刺激を受けたという。現代社会にマッチするような反抗動機を考えて人間味を出していこうとしたため性別を含め原作とは違う緑川像が出来上がったが彼女自身が持つ無垢なところと合わさって人間味があり深みもあるヒールキャラになったと監督は大満足している。 ちなみに今作においては他にも感情のない脳男を鏡のような存在に仕立て上げることで彼に対峙する人間が己の内面を見ることになるようにしたり対峙する側の人間は下にマリコにも精神科医としての信念だけでは彼女自身の人間味が今一つ出しきれないということで過去のある事件が原因で引きこもりになった母やソメや翔太演じる青年志村を彼女に絡ませて 人間的な深みをつけるなど原作とは人物設定が少しずつ変えられている。2012年6月7日に都内でクランクイン。ロケ地には富山県が選ばれ、伊水市新港地区では臨港道路の6車線を3日間完全封鎖するなどハリウッド映画化おまけの大規模なカーチェイス爆破シーンが撮影された。ロケ地として病院での爆破シーンなどのほとんどは ひみ市幸町級氷見市民病院が使われた。また1908年に建造された洋風建築は、な川市小林の高橋委員が、駅前で路線バスが爆破されるシーンは、富山市西町校の富山県立中央病院が、駅前で路線バスが爆破される場面は、富山市、ともすぎのと、山健康パークが、マリコが勤務する病院は、 富山市牛島町の北日本放送局がそれぞれ選ばれた。その他、カーチェイスや護送車の爆発などは、伊水市名護の高、高岡市の富山新興林港道路を3日間、封鎖して撮影したとされている。東方シネマズスカラザタ全国302スクリーンで公開され、2013年2月9から11日の初日3日間で、公衆3億57万7800円。 動員動員二二十万七千三百四十五人になり映画観客動員ランキングで初登場第二位となった。客層は男女比三十五対六十五、年齢別では二十代が二二十七点パーセントで最も多く、次いで十六歳から十九歳の二二十点三パーセントとなり十代後半から二十代の女性が中心であった。プロモーションこの映画からはゆるキャラ。 ト男くんが誕生した。ダークで硬派なイメージが強い作品とは対局とも言えるト男くんは実は香川県高松市の本場さぬきうどん共同組合公認のうどん大使を務めるキャラクターうどんの脳くんの登園にあたるというオフィシャルサイトやツイッターなどに登場し映画の広報活動を行ったブルーレイ DVD2013 年8月28日発売。発売、販売元はバップ。2013年9月2日付の、ツタヤレンタル DVD、ブルーレイランキングでは、6週連続周記録を、樹立した映画、テッドに続き、2位という高スタートを切った。外、そのまさヤによる描き下ろしでコミカライズされている。なお、内容は原作をほぼ忠実に再現している。 ありがとうございます。